この動画は茨城県の児童生徒へ向けた動画です。皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校4年生の算数、角度、角の書き方、5時間目の内容です。この動画では教科書、定規、分度器を使います。用意ができたら動画を再生しましょう。では最初にこれまでの角度の学習の復習をしましょう。これは一直角です。では一直角は何度ですか？そうですね、90度です。では二直角は何度ですか？そうですね、直角が2つ分なので180度です。同じように三直角は270度、四直角は360度となりました。ではもう一つ復習をしていきます。長さを測るときには何を使いますか？そうですね、定規です。では角度を測るときには何を使いますか？そうですね、角度は分度器を使って測ることができました。これまで分度器を使っていろいろな角度を測ってきましたが、角度を自分で書くにはどうしたらよいでしょうか？今回は角度を書くということを学習していきます。ということで今回は分度器を使っていろいろな大きさの角を書きましょう。これが今回の目当てです。最初の問題は50度の角を書きましょうです。50度は90度よりも小さくなるので、一直角よりも小さくなりそうですね。では、最初にこれまで学習してきた分度器を使うときのポイントを確認しておきましょう。角度の測り方のポイントです。まず一つ目に、分度器の中心と頂点 A を合わせること。2つ目に、分度器の0度の線を辺 AB に重ねること。3つ目に、辺 AC と重なった目盛りを読むこと。この時必ず0度からスタートして読むことが大切です。この3つがポイントでした。もう一度確認したい時には動画を止めて自分で分度器を動かしてみましょう。ではここで自分の力で50度の角をノートに書いてみましょう。書き終わったら動画を再生してください。皆さんはどのように角を書きましたか？では角の書き方を確認してみましょう。まず辺 AB を書きます。次に分度器の中心を点 A に合わせて、分度器の0度の線を辺 AB に重ねます。次に50度の目盛りのところに点 C を取ります。この時辺 AB と重なる線を0度から目盛りを読んでいきます。最後に点 A から点 C を通る直線を引きます。では少しステップアップをします。次に210度の角を工夫して書きましょう。210度は二直角よりも大きくなりますか？小さくなりますか？そうですね、二直角は180度なので大きくなります。
分度器では180度までしか測ることができません。ですので、どうにか工夫をして角を作るしかありません。では、どのように工夫をすればよいでしょうか。きっと思いついている人もいますね。前回の学習が身についていますね。そうです、角を足したり引いたりして考えられることを前回学習しました。ゆうとさんは角を2つに分けて考えていますね。あおいさんはどれほど角が小さいかを考えているようですね。では、あなたはどのように書きますか。2人の考え方をヒントにして自分の考えを書いてみましょう。一度動画を止めてノートに210度の角を書くことができたら再生してください。図や言葉、式を使って書いてみると分かりやすいですね。では、まずゆうとさんの書き方から見ていきます。ゆうとさんは角を2つに分けて考えています。では、どのように書けばよいのでしょうか。まず辺 AB を書きます。次に頂点 A が分かるように辺 AB を伸ばします。この時、黄色い部分は何度ですか。そうですね、180度です。210度になるにはあと30度足りませんね。ですので、赤の部分の角度が30度になるように分度器で測ります。この時、0度の線を青い線に重ねます。そして30度のところに点 C を打ち、点 A から点 C を通るように直線を引きます。これで210度の角を書くことができました。次に、葵さんの考え方はどうでしょうか。葵さんは四直角よりどれくらい小さいかで考えていますね。四直角は何度ですか。そうですね、360度です。210度は360度よりどのくらい小さいですか。そうですね、150度小さくなります。ですので、辺 AB から矢印の方向に150度の目盛りを読んで点を打ちます。この時、目盛りは0度から読みましょう。これで210度の角を書くことができました。今回の学習では、いろいろな角の大きさを分度器を使って書くことができました。また角度を測るときと同じように、180度よりも大きな角度は工夫をすれば書くことができました。それでは、教科書55ページを開いて鉛筆問題1番をやってみましょう。1番75度、2番15度、3番160度、4番125度です。一度動画を止めて1番から4番までノートに書いてみましょう。書くことができたら動画を再生してください。ノートに書けましたか。では、丸1番から確認していきます。お家の人と一緒に確認しましょう。丸1番、丸2番は90度よりも小さくなるので、一直角よりも小さな角度になります。次に、丸3番、丸4番を確認していきます。160度と125度は180度よりも小さくなるので、一直角よりも大きく、二直角よりも
小さな角度になります。では次に鉛筆問題2番をやってみましょう。鉛筆問題2番は丸1番から丸3番まで二直角よりも大きな角度になります。ですので工夫が必要となります。自分の考えをノートに書いてみましょう。できたら動画を再生してください。ノートに書けましたか？では丸1番からお家の人と一緒に確認しましょう。丸1番、丸2番は次のようになります。丸3番は260度です。これも180度よりも大きな角度になるので工夫が必要ですね。わからないところがあったら前の動画に戻ってもう一度確認してみましょう。これで小学校4年生の算数、角度、角の書き方、5時間目の内容を終わりにします。最後まで見ていただきありがとうございました。